映画作家の前山です。漫画家の木村隆です。自分的に、はい、興味深い事件が起きまして、うん、事件っていうほどのことでもないんだけど、うん、いつもこうおばあちゃんにこう買い物を頼まれて、はい、向かう途中の道に、うん、なんか車かバイクのなんか修理屋さんみたいな工場があるのよ、うん、そこで結構何年か前からなんか野菜を売ってたの、その前でなんか取れたての野菜です、多分なんか田舎から送ってくるものなのか、うん、近くの畑で自分でちょっとやってるものなのか分かんないけど、うん、なんかこういう工場の前で売ってんの珍しいなとかと思ってたの、うん、で最近になってなんかサウナを始めましたって張り紙があって、うん、どこでどうサウナやってんのかなと思って、うん、まあ買い物も週1回ぐらい頼まれる感じ、うん、でまあ週1ペースでそこを通るわけよ、うん、で一番最近通った時に、うん、占いを始めましたって書いてあって、あついに来たなと、今後その占いの後、うん、その占いを続けるのか、占いの後にさらにこう突拍子もない何かを始めるのか、ちょっと楽しみだな、うんっていう話。商売人のスピリッツみたいなすごいのあるよね、うん、歌舞伎町の劇場前広場か、うん、あの辺りに隣接してる、うん、あのね、なんかそういう占いの通り一回だけ行ったことある、うん、それはだから今の原作の人と行ったんだけど、結構ね、あの当たってるというか、うん、まあ、なんかね、まあ、占いかどうかは定かじゃないけど、うん、結構そのベテランの人とかになったら人のことを見る目があるっていうか、うん、なんとなくわかるんだろうね、うん、なんかその表情とか、うん、仕草とかで、だから本当に卓越した人は洞察力があるから、うん、結構わかるかもしれないけど、当たるとか当たらないとかじゃなくて、なんか、うん、それ自体を楽しめればいいのかなとは思うけど、うん、今後までは、うん、どうなったか、うん、見ていきたいと思います、うん、では今日はこの辺で、はい、ありがとうございます。